かにな。高くて気持ちいい。どうまでいいか。さっきの食事中に店の人とお客さんが話してるのを聞いたんですけど、なんか牛は冬の間は牛舎の方にいて、あんまりこの辺にはいないそうです。夏場だったらこの辺にいるらしいんですけど、うわギヤヒヤギヤヒヤ、よいしょ。コテージか、コテージだ。確か途中どっか下っていく途中から電波ダース、そのあたりからまた放送再開しようと思ってます。あんだけ休憩したからすっかりなんか足は脚力戻ったかと思ったらやっぱり疲れてる。まあでもこんだけの勾配だったら大体してもこうなるかな。
かが椎茸も食べるのか。カラス。あ、わさびの木って確かあれなんか温泉とか温泉販売機とかあるとこじゃなかったっけ。よし、今日の登りほぼこれで終わり。あれ気温何度だ、15度か。ふう、よし、あとは下りで寒いかどうかだけ。こっちは結構違うな。風早峠側は周りが笹の原っぱになってて開けてるのに、こっちは普通に、まあ、杉林かな、これは杉林かになってますね。
全然寒くないな、いいな。そっから一切漕がずにゆっくり下る分には問題ないと思って全然急いでおりません。やっぱり峠の下りは暖かい時期だなって、下るために登ってるわけじゃないけど、下る時に寒さに触れなくていいっていうのは本当に楽でいい。もうそろそろ電波入るとこだったかな。まだ先か、電波があるところは。そうか、さっきの天城峠展望台の岩の上で、なんだっけ、フォトシーンスか、360度上下も全部撮れる iPhone アプリで撮影してきゃよかったな。
そしたらね、岩のてっぺんにいる感じが再現できたのに。ようやく枠取るならもうやっといた方がいいな。そろそろ試すか。枠取りできる安全な場所がない。この辺りかな、カーブの外側で車から見えるところ。さてどうかな。間に合った。さてじゃあちょっと音をマイクを GoPro の方から外すので一旦低音質になります。見えてない。
で。スタート。あ、あ、あ。うん。これで OK。予約枠があった。枠が取れたよ。どうかな。自動無料延長オン。あ、そうだ、音合わせ。こんにちは。現在地。自動音はなしです。あ、そうか、今ここ出さないとな。お待ちください。ソフトクリーム。こうこうで。はい、あ、はい、英語ママさん待ってたよ。うー、どうかな。あ、アルファベットだからか。上り速度100、あ、300いった。再開。いったいった。オッケー。おー、電波来てる。ちょっとエリア的にはギリギリどうかってとこなんですけどね。今ここは OK ですね。で、今ここで思い出したけど、今ここを出し直さないと。ふう、上りの途中でなんか20分以上残して切れちゃってすいません。もう電波全然ダメでした。で、今ここを、うん、延長、今枠取り、予約枠にしたんで。ソフトクリーム結構濃くて美味しいですね。ここのは250円です。あとなんか塩カツオっていう新しい名物ができてて、去年ぐらいからやってるらしいですね。ドラえもん色的になんか B 級グルメにも出たっておばちゃんが言ってました。塩カツオ、ここの西伊豆町の名物なんだそうです。なんかお茶漬けの方はほんの少し生臭さが目立つ感じがしたけど、ぶっかけうどんの方がやたら美味しかったな。香ばしさが引き立つのはなんかうどんの方が良かったですね。お、いらっしゃいませ。というわけで、あとはもう今日はほぼ下るだけです。最後に上りとも言えないくらいの上りがほんのちょっとあるだけで。うどんの方が美味しいのか。うん、うどんの方が私は好きでしたね。お茶漬けも美味しかったんですけど。いらっしゃいませ。そう、ここはいいですよ。私は日伊豆の中で峠道で一番好きなとこです。ん、あ、ゲルノミ、下るノミをゲルノミって読むのか。今西名峠から下ってるとこです。西名峠やっぱいいですよ。近くに遊歩道が通ってて、天城峠じゃないや、毎回間違えるな。西名峠のを上から見下ろす展望台があるんですよ。そのトレイルの途中に高台があって、そこが大変良かったです。花粉は飛んでると思います。かなり。この花粉症を発症している自覚がなかった私も今日は目が痒くて鼻水がびっくりするほど出ました、さっき。お、今のなんだ。走ってる時そうでもないんですけど、トイレとかで止まって、でその便器に向かってその用を足すわけですけど、用を足す時にうつぶきになったら鼻から鼻水が顎よりも下に垂れ下がりました。びっくりしました。先端が少し丸くなった漫画みたいな鼻水が鼻から顎のくらいの高さまで降りてきて、そうで、ここ鼻水です。なんか立ち止まると急に鼻水出ますね。走ってるときは常にこうすすりながらやってるからかな。発症したくねー、本格的に発症したくねー。うわー、ただ西名峠のこっち側はそんな勾配きつくないんで、下るスピードもそんなに速くないです。アレグラの目、アレグラの目、あ、飲めばか、あれか、薬の名前ですかね。下り、いや、寒いかなと思ったら全然寒くないですよ。今日はとても暖かいです。
そう、下りが今ウィンドブレーカー、何枚だろう、3枚か今これ、アンダーと長袖ジャージ、あ、半袖アンダーと長袖ジャージと、あのウィンドブレーカーだけで平気の平左衛門でございます。今日は暖かいです。あー、楽でいいわ。これは県道何号線ですかね。どれかです、県道の。何、いちごがいい、マジですか。じゃあいちご食わなきゃな。今日は標高900近くまで、展望台行ったから900は超えたかな、まで来ました。 PM 注射ですか。直接なんかその血液に入れるといいのかな、何かが、薬が。うん、そう、ほぼ下りだけです。予定ルートの、いや、稲取は東側の方ですね。ヨーグルト、マジで。だからヨーグルトっていう名前が出てくると少しだけ眉に唾つけたくなってくるんですよね。何ヨーグルトだったっけ。あれ、紅茶、あれ、紅茶ヨーグルト、キノコヨーグルト、何ヨーグルトだっけ、椎茸ヨーグルト、なんとかヨーグルトってありましたよね。はよ、アバンチュール、天城峠行ってないっす。今日は西名峠っていうところに登ってきました。車たまに来ますね、油断してると。椎茸でしたっけ、紅茶キノコってなんだっけ。そう、天城越えは今日はしてないんですよ。あ、カスピ海もあった、そうそう、カスピ海杉山こっちも聞かれる。あ、それはですね、近いと、ん？あ、トイレ、一旦切れてしまった時ですね。交差わかんないっす。空が真っ黄色になってたらわかるんだろうけど、二人こっち割と緩やかです。風冷たくないんですよ、なんと。なんとか、て、今の二人は結婚した方がいいんじゃないですか。風は冷たくないです、本当に。ちょっと冷たいかなと思ったら全然そうじゃなかった。もうそろそろ峠も下りが苦にならない時期ですかね。今日は特別暖かいかな。襲われたか、襲われ方、そう、風冷たくない、今の聞いてから言っただろう。もうすぐ春ですね。もうすぐ春です。あれ、今ここさっき出したつもりだったんですけども、切れましたか。またチェックするかな、ちょっと日向に行ってから。おー、まあ止まりますよね。なかなか転勤だっけ、あれなんだっけ。ちょっと今ここが出せてないらしいのでチェック。春だからこそじゃないの。春だから、あれ、ん、もう一遍じゃやり直そう。今ここをアプリを消して、うん、今日ほんと気持ちいいですよ、暖かくて。電波かなりギリギリっぽい。あ、ギリギリ。まず今ここチェック。そろそろ梅が咲いていますか。うん、梅は途中あちこち咲いてましたね。送信中、うん、あ、成功した。よし。君はしないよね。ん？君はしない。なんですか？自転車は他にはいないようだな。自転車が今日ほとんど見ないですね。西名峠とかメジャーだと思うんだけどな。そろそろ彼女とのポタリング配信みたいな。彼女とのポタリング配信みたいな？みたいな？あ、梅。今ここ来ました。これで来ましたかね。なんで切れたんだ？早いな。学生さん、お、民家が見えてきた。あ、今ここですよね、来ましたわ。今ここ募金？あ、それは出したいの、お金は。いつもお世話になっております。天満宮の近くですね、今ここ。どこですか、天満宮。この近くに本当にあるのかな。何の話？
電波厳しいかな。まあ電波厳しいかどうか気にしてもどうしようもないんですよね。この下の集落というか、かぶいて、かぶく。お、あ、ヘリポートあるな。ちょっとヘリポート写真でも。モーターサイクルで走りたいに切ったな。モーターサイクル。-10? バイクではなく、モーターサイクルという言い方なのか。あ、うわい。あ、またペダルに足、ペダルにアキレス腱のあたりやられた。金目鯛は食ってないっす。金目鯛お高いでしょ、なかなか。よっと。画面で見ると、ああ、さっきカーブの人はちょっと、真ん中走ってましたね。スネを打った。スネを、あ、声が聞こえてるな、少なくとも。牧場、あ、さっき牧場行ってきたんですけどね。ただ牧場って言っても牛は見えないんですよ、今の時期。お店の人によると牛舎の中に入ってるそうで、今の時期は。で、結局今日は牛は一頭も見てないです。牛も、あ、本当ですかね。そういえば牛は鼻噛めないけどどうなるんだろう、鼻水出たら。牛に限らないか、何でも。こんにちは。こんにちは。もう今日はほぼ下るだけです。登るだけ登ってきました。牛の鼻水は唾液を混ざって下に落ちます。下に、ああ、まあその辺は不便ないようにできてるはずですよね。肉になりだったのかな。肉、寿司、ああ全然焦がなくていいから楽だ。うん、天城放牧場ですか。今日通ってきたとこじゃないのかな。お尻どうやって。おう。お尻、そうですよね。牧場で食うアイスってうまいんだよね。牧場。鼻水なんてたらしたり放題ですよ。下り気持ちいいね。寒くない下りってのは本当気持ちいい。川桜は今回は川津は行かないかな。スピードが本当ですか。スピードかなり遅い方だと思いますよ。これ少なくとも風を切ってない、いや風を切るの基準はないけど風切ってない感じ。お、いらっしゃいませ。完全にもう足は止まってます。安全第一ですよ。そう、安全第一。今はこれは30キロ出てるかな。さすがに30は出るかな。いや30出てないと思います。下り、お気をつけて。そう、下り気をつけないと。よっ、まあ、でもカーブの時に十分減速すれば、すごくスピードメーターつけてないと分かんないです。30は30は出てる時があるんじゃないかな。今日は40出てない感じですよ、体感的に。これ実は花粉症じゃなくても、その花粉なり微粒子なりでこの目がかゆいとかくしゃみが出るとか鼻水出るっていうか、ありうるんですかね。花粉症じゃないと、花粉症のメカニズムじゃないとこれ出ないのかな。このまま松崎まで下ります。あ、中国料理とかある、この残り。しかも全然中国料理っぽくない外装だな、あれ。でもこういうところで飯食ってみたいですね。いい、開けてきた。
一瞬来た。ああ、電波厳しいか。一応ここから先はエリアはほぼあるはずなんですよ。飛ぶはず。画面はスピード感、スピード感ですかね。おお、さっきの四川料理の料理の店なのか。疾走感、疾走感、五感もなんかいいですよね。疾走感。蛇だ。蛇がお亡くなりに。ああ、高い。さっきより電波ありそうな場所に見えるけどな。あ、クシュン。あ、それはだいぶ前のくしゃみか。コーナでの対向車に気をつけてください。そう、コーナー本当に危ないですからね。アマモチアイス。私は喜びます、うん、喜びは何の話。あ、やっぱここだ。わさびの駅前来たことある。この温泉の温泉の自販機かなんかがあるところ。じゃん。喉に、ああ、影響、花粉症の、うん、海、しかもラグすごいですね。なんか FM 入りでも接続し直すだけでもう繋がらなくなりそうで怖いな。まあさすがに海岸沿いぐらいまで出れば電波は割と良くなると思います。この辺り集落だから電波ありそうなもんですけどね。あ、ワープした。ワープ。うん。この辺り電波良くても良さそうですけどね。良くてもいいじゃないですか。間に、いや、西伊豆でしたっけ、恋人岬は。確か、の、あ、乗るのですか。能登半島の方にも確か恋人岬系のがありましたよね。西伊豆にもあったかな、あったかな。あ、小石海岸でしたっけ、能登半島の方は。くしゃみラグひどい。もう3、4分経ってると思う。コメントが、あ、復活。ん、あ、午前中からの話かな、もしかしたら。そうそう、あの配信再開の予定言う間もなく終わっちゃいましたからね。海はさっき峠から見えてたんですけど、こっち来てからまだです。いや、トマトからの。あ、トマトからの。お、イノシシでタイトルが飛翔っていうのもなんか珍しい。伊豆あちこちお世話ありますね。あ、ちょっと肉眼ですらこの状態だからデジカメ写真加工してわかるかどうかかな。完全逆光の方が見やすいかな。更新したらめちゃワークした。あ、これで見えますかね、イノシシ。今日は、いや、温泉宿ってわけじゃないです。
なんて、なんつってな。イノシシのこの像のタイトルは飛翔でございます。かっこいいですね。和音じゃないと思うな。イノシシはなんだ、豚と同じ感じかな。飛翔、あ、イベントありがとうございます。推進シェレンコフ放射光じゃなくて、シェレンコフ何光なんだっけ、放射光でよかったっけな。で、まだ標高は300万あるのか。まだ全然海まで降りてきてないですね。空気は、いや多分澄んでないから鼻水やら出てるんだと思います。あ、森のカフェとかこういうとこいいな、入ってみて。けども今日だいぶ店に寄ってしまったから、また次の時に。お、いらっしゃいませ。いいですよ、こっちは。ひどく、あ、人が10。まあこんだけ杉が植えられてるから杉花粉もすごいでしょうね、ここは。といっても杉がなんか黄色くはないから、この辺りは花粉は直接は出してないのかな。いや、黄色いとこあるな。植えすぎ。検診。年末はどこ行きますか？年末早いな。ゴールデンウィークも何も考えてないのに。牛？ん？牛？花粉症発症したくない。発症してる人の様子を見ると本当になんか。大変そうで。まあでもどうしようもないですね。体の免疫機能とかを医師でコントロールすることはできないので。梨は食べに行くの？梨ですか？梨ですか？梨は夏から秋にかけてあたりだから今の時期はあんまりないと思います。改良された杉ですか。おっと、あ、この辺りちょっと温度低い。地獄です。なんだ、沢だからか。肌まで荒れる。地獄ん、肌。あ、そういや、西名峠の周辺は雪がちょっとだけ残ってるとこありましたよ、この暖かいのに。まだ溶けきれてないやつがいました。たら、花子さんって検索すると花粉情報がわかるよ。カリカリ。ああ、聞こえない。すいません、風で聞こえないです。さっきの日陰はちょっと寒かったですね。また暖かくなった。風が強くなってきた。あ、もうそろそろ延長の時間か。台風姉さんに会いに行かないの？台風姉さんは2回目に行った時になんかイベント的な内容になっちゃって、イベントっていうかその本当に取材みたいな形になっちゃったんで、なんか好きに旅行したりっていうのじゃなくて、なんていうんですかね、私がその配信で人を集めることと、あの八丈島のアピールをするっていうのが噛み合うっていう前提のもとにやったような内容だったんで、まあ面白いことは面白かったんですけどね。なんかひっそりと行きたい感じがするんですよね、次は。あ、やっぱりこれ、あ、この色は花粉ですね、あの色は。気をつける。この先に温泉あるのか。温泉なんかどこでもある感じですよ。見えますか、あの色。
あれですよね、スギ花粉。紅葉してるみたいな色になってる。あれ、日に当たるところは特に花粉が、出るっていうのかな。つきやすいんですかね。下がる。ああ、でしょうね。確か日曜、月曜、あれ、週明けだったかな。からまた温度下がるとか。アスファルト地材、水分付着して地面にイカ落。あ、なになに、どういうこと？いかり訳されるとわからない、それは。今、陸奥の時の配信見てたよ。6つの最時の近配にも信、6つほのとんど時？走れませんでしたね。6 つの時の配信かな？つまり6歳の時の。あ、延長できてないんじゃないかな。ちょっと27分になったらチェックします。ああ、楽だ。今日は久々に900メートルの峠、900メートル級の峠登って、目がかゆい。なかなか苦しかったんですけど、まあでもなんとか登れたな。ん？あ、青森の睦子の睦か、ひらがなの睦、睦子の睦ですね。あそこ恐山への登りが、登りを録画しなかったのが悔やまれます。あそこ良かったのに。あ、やっぱり延長できてない。ちょっとカーブの外側で。自動無料延長はオンにしたのは間違いないので、また働いてないみたいですね。そもそも入れたはずなんですよ。さっき意識して入れたはず。ほら入ってるけど延長できてないですね。手動で無料延長。うん。花粉に本格的に発症しなきゃいけないけど、実際いらっしゃいません。もう花粉症っぽい症状は出てるので、花粉症なのかもしれない。峠登るの、登る瞬間なかなか苦しいんですけどね。そう、ツールでやってるんですけど、うまく動かないことが多いんですよ。豆ライブ回っていうのの、ま、かなり昔のバージョンです。ん？海岸まで、そう、手動延長しました。あったかーい。それ、この道はあれだな、わさび田がないな。この道沿いには見た覚えがない。花粉サイクリスト、私がですか？花粉症ならともかく。自動延長できる時もあるんですけどね。一旦動き始めればもう全然問題なく6時間行けるんですよ。今日は18時前までになんとか松崎のちょっと奥の方の宿に着いて夕飯食って、ただあそこは電波ないかもしれないので、フォーマのエリア地図だとエリア外なんですよ、今日の宿。霞んで、なかなか水着で嫌です。お断りします。うわー、すごいなこれ。毎年みたいですね。なんかその容量、一定容量超えたらっていう。そう、エリア外だけど、大体宿はほぼ入るものなので、今日のとこも入るんじゃないかなと思ってます。ちなみに宿のメールアドレスが YBB だったんで、ブロードバンドは来てるっぽい。それを無線 LAN で共有されてるかどうかは分からないけど、まあでもサービスとして書いてなかったからされてないんだろうな、きっと。20度オーバー。やまびこ会員郵便局って、郵便局名になんか地名じゃない名前がついてるの珍しいですね。そうでもないかな。ひらがなでやまびこ簡易郵便局。
バコ屋さんと花粉症、そう、花粉症の人、非花粉症の人が発症するのをなぜか喜ぶ。喜ぶなよ。いらっしゃい。どうですか、これで風の強さ分かりますよね。で、この辺りは確かちょっとした集落かな。あれ、記憶にあった場所とはちょっと違うかな。なんかあのこの辺りの、なんていうんですかね、段差沿いに生えてる木が味がある記憶が、味がある記憶が、その夏の日本語、山彦荘の中にあった郵便局が独立したって言い方もおかしいけど、そう、風強いの分かりますよね、あれで。あいつり、そう、今日あいつり当てる人見ました。多分あいつりだと思う。あのフライで。ああ、こういう家の作りとかいいな。懐かしい。昔の実家っぽい。風が強いのがよくわかる。西長川、日が長くなったから。あ、これ西長川って言うんでしたっけ。今は明るいかな。笑い。18時か。西中うん。今ここでまだ標高が150、140か。父ちゃん。大滝。滝はそういえばこの辺りはあの川津七滝と書いて七だるって読むところがありますね。あれ七だる確か前配信で行かなかったっけ。行ってないかな、行ってないか。フォンスポットありそう。フォンスポット、ああ、フォンってなんだっけ、あの無線の共有のプロジェクトでしたっけ。フォン FON だっけ。本当ですか。本当、美術館ですか。自販機さっきやりました。まあ、でも集落あったら自販機はまああってもおかしくはないかな。珍しいけど。これはどれだろう。桜はもうあんま咲いてない感じですね。これマスかな。すごい数がいる。何八美術館、よくあんだけ密集して生きてられるな。あそこで猛烈になんか水車で水かき回してるのは空気入れるためかなんかですかね。うなぎ、あれはなんかマスっぽい魚がもうワンサカいます、水の中に。あのみっしりいます、みっしり。写真でこれでわかるかな。ございますか。お、いらっしゃいませ。風強い。あ、なんて。関係者以外立ち入り禁止、見学お断り。なんか突っぱねてるな。あ、縁側の、あ、ですよね。縁側好きだな。こんにちは。そう、今日も頑張っておりません。いや、登るときだけ頑張るって言わないと。お前は頑張らずに峠を登れるのかとかまた突っ込まれるだろうから。あの、母言ってるだけでもうそれは頑張ってることになるから、アウトっていう判断する人いるから。登るときは無理しないっていう表現に切り替えてます。そうそう、無理してるうちはまだ若いですよ。いや、あのそれは言い過ぎですけども、無理せずに自転車乗り続けることもできますよ。ああ、
花粉であってたまるか、花粉症であってたまるか。しかしやっぱり本当に花粉症の症状ですよね、これ。ロボ君のくしゃみ初めて聞いた。私のくしゃみ、ウェルカム。喜ぶなよ、花粉症になる、なるの見て喜ぶなよ。でも会社の同僚の人とかもそうなんですよね。あ、花粉症花粉症ってなんかものすごく嬉しそうな目をして、あの私が鼻水出るとこ行ったら言うので。あ、桜咲いてるとこあります。そう、音声これしかも外に向かって鳴らしてます。あのイヤホンすると自転車じゃアウトとかいう判断されるところがあるので、世の中には。カナメよろしそう、なんだカナメよろしそうって。車道、まあ今車あんま来てないのと、あの車来たら音が分かるので、車来たらこうやってある程度は避けますけどね。春先は、ああ花粉があってことですね。そうそうそう、それもあるんで花粉症発症したくねえ。今ぐらいの症状だったらまあ鼻水とかくしゃみは出るけど、普通に自転車で走ってはいられます。あのティッシュがなくても走っていられます。ああそう、まだそのグローブになっそくりつけてる範囲で耐えられる状態なんで、ティッシュ。ラグ、ああ、そうそう、ところどころ電波悪いんで、その度にラグが蓄積してると思います。ん、ヒッサム症。ラグが出会社の、ああさっきの子ですね、マスのグローブにナスくりつける、ヌスくりつける、ナスくりつける。さあ今の時間からか。でもまあ修善寺に下っていったらちょうどいいぐらいの時間ですかね。私が今の時間から登ったら修善寺に着くのは何時だろう。飛び出て、あくびの方でお願いします。あくびの方で、あれあくびだっけ、あくびですよね。おお、マスクまだ必要ない、そんなものは。うん、え、虫を飼ってる？真田さんとかがいればいいってことなんですかね。じゃあ真田さんに栄養提供したいです。こんなこともあろうかと真田さんを買っておきたい。よっと、ん、トンビ、サイバー君じゃないか、サイバー君、まあうん、はい、そう、そう、目が赤いっていうところまでまだ行ってないんですよね。まあでも目描いてりゃそうなるか。目の方は走ってるときはそれほどでもなくて、休憩したりするときに目が痒くなります。いや、私は起きるときにっていうのはないですね。ていうか起きない。今日目覚まし時計を止めた記憶が一切ないのに止まってた。明らかにあの私の手によって止められてた。そう、誰かが忍び込んできて止めたりしてない限り。あ、でも忍び込んでくる可能性は考えた方がいいかな。可能性ゼロじゃないし。マスク、ん、音だけ。そう、あの真田さん、うん、ああ聞こえない。
たまに風でコメントが本当に聞こえなくなってます。あー、自分の声も聞こえん。犬、あー、あれどっち向きだこれ、風、南風か今日も。あ、復活しました。もう電波はそんなに悪いところは少ないと思います。いや、悪いところあるか、エリア外がないだけで、ないだけであって。復活したね。しました。南西の風、この時期の暖かすぎませんかね。この時期に、多分時期的には暖かすぎる日ですよね今日は。でも今日にしといてよかった、高い峠の方は。下田の方からジャイシ峠とか緩いところ通って、松崎まで来ようかとも思ってたんですけど、今日は天気もいいし気温も高そうなので今日峠に行っとこうかなと思って。明日は確か曇りがちな予報です、昨日見た予報だと。って思って指紋がつかないように。本当にそれで仕事で遅刻したりしてますよ最近何度か。半年で2回ぐらいあったかな。全く記憶がない、その時計止めてて遅刻したっていうパターン。仕事がある日でもその容赦なく止めることがあるらしいです、寝起きの私は。おお、あ、桜が。この先っていうのは海沿い出てからなんですかね。いやでもまだまだ距離あるな。全く記憶にない人が隣で寝てた。隣で、それは怖い。ブラックは差別用語ではないんですか。そうそう、ブラックって言葉がなんかそういう風に教育されてしまってよくないですよね。まあでも言葉の定義っていうのは、ん、明日フェリー、フェリーですか。ああ、西伊豆でどこからフェリーありますね。何港だったっけ、問いだったかどっかから船出てましたよね確か。まだ乗ったことがないあれ。でも西伊豆沿いの海沿いは厳しいので勘弁です。もう桜咲いてるんですか。桜はもう河津桜終わっちゃってるぐらいだと思います。音量聞こえる、聞こえる。橋の手前で見ない、タグ聞かないです。あ、橋の手前、さっき橋が見えてた、吊り橋みたいなのがあの辺りかな。え、元リクルートの日本語と、ん、超軽い、あ、その症状、無遊病の症状って意味ですかね。目覚まし止めてしまう。ただ今のところ iPhone とダブルで目覚ましかけた時に失敗したことはないので、ん、百姓って言ったかな今。これですか、これ山桜ですかね。ちょっと日の当たる方から、多分これ山桜じゃないかな。新緑の葉っぱと花が同時に出てるから。言葉狩り怖いね。そうそう、言葉狩り。あれ、いつの間にかプラス3分の1になってる。綺麗だ。綺麗ですね。まだ蕾もいっぱいあるから、これからさらに満開になるみたいですね。山桜、山桜で合ってるかどうか自信ないですけど、私の知識だと山桜です。私の中ではな。あ、なんかこれだけやったら盛大に咲いてますね。周りに他のはないな。
いや、多分、でも、カンザクラと山桜は、なんか関係ある種なのかもしれない。そう、海岸線、あそこはアップダウンきつくて、一遍走って懲りて、もう二度と走ってないんです。で、なんていうのかな、それがトラウマっていうのか、あそこ随分削られてますね。リアス式海岸とか海沿いのアップダウンはやたら避けてる、避けて通ってます、いつも。あら、綺麗。あ、あそこにあるのはみかんと菜の花、黄色い。一色橋かな、これは。こっちは古い橋の方なんですかね。あそこみかんと菜の花が黄色いです。新日本紀行、NHK とかでやってるやつですかね。あ、先に、ありますね。いや、いますねって言ったな、今。いるというと、なんか動物っぽいんですよね。能動的な感じがして。あれ？棚田は、小さい棚田だったら途中何度か見ました。ああ、民家の軒先であちこち咲いてますね。で、これも山桜に見える。あっちにも咲いてる。ほんと日長くなりましたよね。てか、そもそも4時半で暗いとかいうこと自体がおかしいんですよ。それだったらもう。何？いきなり鳴り出しましたね。着メロ変わってますね。何なんだろう、あれ。止まった。唐突だな、止まるときも鳴るときも。で、結局なんか後ろに、一瞬なんかゴミ収集車かなんかかと思ったんですけど、後ろに出っ張ってるのは荷物だったな。スピーカーで穴を鳴らしてるってことは、それで、なんかアピールしてるんだろうから、移動販売かもしれないですね。そうですね、確かに移動販売かも。そうそう、今日最近見ない見ないって言ったあれのこと、あれかもしれない。筑後、じゃああれですかね、でも、まあそうか、移動販売車が来たぞって意味なのかな。東京のが聞こえてきたら移動販売車が来てるってことかな。移動雑貨店みたいなの。ん？米？この辺りも移動商店みたいなの必要だろうしな。ん？コメント。また菜の花がいっぱい咲いてる。おお、という、なんか落語あるにしたって、そうか、更新しない人としてる人とでグループができるのかな、これは。祭り。委員会。ん？色紙は見てないですね。お、ひばりが鳴いてる。あれ、ひばりかな。で、ここから先、弓道っぽいのが右側にありますね。いけるよな、これ。椅子座って。なるほど、ちょっと面白い。いけるも何もちょっとしかないな、この道。購買者っていうんですか、ああいうの。会社の購買部とかの購買。で、あの犬でかい。ちょっと牛かと思った。少し牛かと思った。で、手足の先が白いソックスになってる。手で壊り。今のイベントありがとうございます。でも1分過ぎたかな。そうそう、イベントタグは出た1分前の時刻を表示するようにしてるんですよ、いつも。だから落があるとたまに外れることがあります。
でもありがとうございます。今来たよ。お、いらっしゃいませ。お、昔はバス丸ごとの移動スーパーがあったよね。バス丸ごと。へえ。怖いなこれ。結構自転車乗って渡るのはかなり怖いなこれ。花粉症大丈夫？花粉症はちょっと発症している毛があります。ラグない人見えますか、この橋。車は通れないですね。リアカーを押して猫車とかを押して通れる幅なのかな。これは向こうに畑があるかな。あれは畑と自転車 OK なんですか。自転車多分特に何も書いてないですね。いや、渡らないですよこんなところ。こういう狭い足場っていうのが高所恐怖の人間にはなかなか来るものがあるんで。いや、行かない行かない行かない。爆破したい。そう、さっきのまあ普通に商店かな、何の特徴もなかったんで何でも持ってきてるんじゃないかな。ただああいうのって普通道端で止めて近所の人が買いに来るってスタイルだと思うんですけどね。今のはなんか民家の駐車場だったのか、みんなが集まって来られるような場所だ、来られるような場所だったのか。でもあの瞬間だけ鳴らしたっていうのもよくわかんないですね。もうほとんど降り切ってしまったな。お、初見さんいらっしゃいませ。ここは伊豆です。西伊豆っていうエリアですに遊びに来ました。うん、でもなんか出てくるよ、出てくる様子もなかったんで、なんだろうと。初見？野苑公園？野猿の野苑ですかね。今の橋はもう当たりませんでした。ラグがひどい。花粉が、うん。てか、今日は松崎のちょっと内陸あたりに泊まります。あのあたり地域名なんて言うんだっけ？結構宿とか集まってるあたりの近くで、でこれはパソコンで配信してます。ただ iPhone もいろいろ使ってて、今ここ出したりしてますね iPhone で。あと Twitter で放送の合間を埋めたりもする。ちょっと待ってください。向こう渡った方が面白いかな。止まると鼻水が。カツンカツン言ってる。毒へ毒よ WR。 何だろう今。大沢温泉のドラえもんのヒゲ。あ、これ。ああ、そう言われると、うん、カメラヘルメットの額の上あたりです。今西伊豆町かな。ここは向こうに渡って行ってみよう。あ、本当だ、日永って書いてある。ニコカーニコカーってのはニコニコ運営関係の番組出てくるやつなんですかね。おいしそう。すぐ右、何の遅れてすみません。そうそう、あっという間に解約するんで。私の放送ではやたら文字、何度も同じ文字列繰り返すようなコメントはそれだけでも読み上げ、あ、バスだ、読み上げなくなってしまいます。例えば温泉芸者とオイランとオイランドロイドと、ああもう忍者スレアの話ばっかりしてしまう。奥ゆかしくない。で、なんだっけ、何話そうとしてたんだったっけ。まあいいか。松崎町で今日から花畑無料足湯あり、うん、花畑、花畑無料足湯ですか。行ってみましょうか。ロードですか、うん、クロスです。ですね、これこれこれ、今のガってなんか、あ、人がいたのか。なんかおばあさんが川で何か洗ってましたね。足湯いいね。足湯か。そこ左
りと私のうちありません。あなたのうちありませんか。どこかにある。それは残念。午前中落下しました。いい、うん、落下しました。何の話。その文字列だけだと全く意味がわからん。あなたが午前中に落下したのですか。そう、川に洗濯かな、なんか洗ってたのかな、野菜かなんか、自転車洗ってたのか。そこジャンプしてみようぜ。ジャンプしてみよう。どれの話。あ、宿泊は港近くですか。宿泊はですね、ちょっと内陸の方です。そう、桃とか流れてきたら途中でいろいろぶつかってるから傷んでますよ。桃は川から流れてきた桃は傷んだ商品になりません。ああいいな。で、桜がこれまだまだ咲いてないのかな。本業野宿、寒い時期は嫌です。ああ、これから咲くんだ。これじゃあこれは川津桜じゃない桜なんですかね。ここは多分今月、ま、今月後半とか4月ぐらいに桜並木になるんですかね。運営犬になってニコバイク鹿鹿馬犬と鹿。あ、なんて言いましたか。どうやってマウントしてるとかはワック説明のどっかに書いてます。どっかに書いてある URL 先にあります。で、GoPro Hero 3の方を書きたいんですけど、あ、園長ありがとうございます。醍醐味、園長の指摘ありがとうございます。また無料、あ、また自動無料、無料というか、まあ、自動園長できてないですね。更新、園長働きませんね。伊豆の名物って何。伊豆の名物、わさび、わさびかな。あと西伊豆町は塩カツオ、去年あたりからやってる新名物塩カツオ、かなり塩気の強いカツオで軽く、うん、家どうだ、うるさいな、うるさいな、家の方向いただけで、そこへの逆切れになるのかな。でも確かに何百人を見てるようなこういう配信で意図せずとはいえ、そういうところが映って迷惑になるのは嫌ですね。前確か神社、餅つきの神社の配信で子供たちにカメラを奪われて、散々子供たちの顔が映りまくったのがなんか言われそうだったんで、タイムシフト消したりしましたね。ん、これは、あ、温泉スタンドだ、温泉売ってる。あ、桜咲いてますね、ここも。これ山桜じゃないかな。といって八重桜でもないよな、これは。やっぱり山桜でいいや。鳩屋なら温泉、梅。鳩屋なら温泉って、鳩屋なら温泉。伊東なら鳩屋という等式、あ、等式というか関係は成り立つけれども、伊東に行くんだったら確かに鳩屋ではありますけども。温泉が鳩屋かっていうと春ですね。てか今日は暖かすぎて本当に春ですよ。桜、あ、桜葉、そうそうそう、これ渡った方がいいかな。この先道が書いてない。まあ一応渡っとこう。本当に暖かい。それなんかは、あ、何、これですか。これ西名川って書いてありました。西名峠から下ってきたんですけど、その途中にある川、西名川。なんか今の説明ひどいな。まともな説明になってない。そうそう、西名。伊豆の踊り子どんぶり。何が入ってたら伊豆の踊り子なんだ。あれ、今延長できてなかった。おかしいな。しかも延長詐欺でもないっぽいな。ん？エラー、混み合っております。あー、延長ボタン押した後失敗してたんだ。たった
1時間しか持たなかった。もう1パンオフでやるよ。出ないか、もしかして接続。いや、終了してるな。さてと、切れた。切りました。じゃあロボさん、延長は延長失敗しました。会場ここです。いらっしゃいませ。そう、まさにここです。延長、無料延長ボタンを押した後に、押した後にそれが成功するの確認せずに閉じちゃったもんで、失敗してました。なんか大変混み合っておりますとかいう応答メッセージが返ってきてました。いやいやいや、まだ認めんぞ、まだ認めんぞ。お、いらっしゃいませ。あ、もうすぐ海ですね。いらっしゃいませ。びっくりしますね。なんか、あ、やらかしたって感じになりますね。あちゃーって感じになります。お、いらっしゃいませ。もうすぐ加工。宿まではまだ十何キロかあります。多分松崎の町の真ん中あたりから6キロぐらいでした、内陸の方向に。いらっしゃいませ。あれぐら、あ、薬の名前ですよね。あ、花粉症の薬を飲むともう認めたことになってしまう。スタンプラリー、下田で降りて、そこからバスに乗ろうと思ったら全然乗れないんでしたよね。いらっしゃいませ。翌日は確か豊橋かどっかの駅前で夜化してたんだっけ。こんにちは、ごきげんよう。あ、また行けそう、向こうの方。あ、ずっと繋がってたかな。ん、カモだ。カルガモ、そう、今日いい天気で暖かくて大変良かったです、今日の峠は。いらっしゃいませ。あとは峠の景色的には霞んでたんで今一つだったんですけどね。西名峠ってとこから産湖っていう西側の西伊豆の海沿いが見えるんですが、だいぶ霞んでました。カルガモかわいい。でもカルガモのひなずれはなかなか見ないんですよね。これから4月5月あたりでしたっけ、ひながついて回るのは。いらっしゃいませ。枠が途切れてしまいました。100円出して1時間しか放送できなかった。
ず。なんだ花粉症か。花粉症、ああ、花粉症っぽい症状が出てます。まるで花粉症みたいです。私は今日。すすん。あそこあたりがもう海かな。そう、干渉になるかもしれん。そう、まだ終わらんよ。ビクザム、ビクザム。そう、黄砂のせいかもしれないし。楽になるかな。デビュー、デビュット。リバーサイド、全国でリバーサイドっていう名前のパートナーにマンションなりは相当多いでしょうね。リバーサイドなんとかっていうのは、ホテルは今日はあの BB ロードっていう名前の、ライダーの宿ってとこです。だからあの自転車乗りが行こうものならもうライダーに囲まれてヒャッハーとか言われますから。うん、黄砂など九州そんな黄砂ひどいんでしたっけ。ちゃんおいらっしゃい。これでもうほぼ海沿い出たかな、出たかな。大浜海水浴場っていうのがありますね。うん、宿夕飯も頼んでます。距離的ってなんだっけ、バルカン星人か。シャッハー、そう、宿が電波あるかどうかわかんないんですよ。フォーマのエリア地図上はエリア外になってます。近いところにあのエリアはあるんで、おそらくつながるだろうと思うんですけどね。うん、もう松崎についてるんじゃないかな、これは。違うか、あそこの尾根が境目になってるんだったっけ。うん、これ海沿い国道ですね。さすがに車走ってるな。お、生まれふるさと。伊豆ナンバーですね、今のは。次の車は伊豆ナンバーですね。反対側が来た車は伊豆ナンバーですね。みんな地元ですよ。あの車は伊豆ナンバーですね。あ、バイクはさすがに品川だ。品川だ。伊豆ナンバーですね。あ、沼津だ。川津桜はもうあまり見なかったです。山桜っぽいって、は鼻水が口に達した、いきなりびっくりした。あの粘性が低い鼻水は突然なんか落ちてくるんでびっくりする。あ、失敗。ティッシュ、あ、そういえばお前マリオさんが自転車にあのティッシュ箱をいかにマウントするかなって話やってたな。住んでます、住んでたまっかい。ちょっと海沿い見たいんですよね。鼻水が突然降りてくる。そう、マスクしてはちょっとちょっとここは怖いな。本当ですか、スポーツやってたら花粉症に強いなんてありか。本当にそんなのありか。マスクマン、フライングマスクマンとか言ったら元ネタわかる人が。ストライダー飛竜っていうゲームのネタです。フライングモスクマンっていうやつがいまして、敵からなのになぜかアイテム運んでるんです。フライング我慢、本当ですか。薬とか飲んだ方がいいんですかね。そもそもあの発症する前に飲む薬とかないのかな。昨日食べてみて、ちょっとまた何のストロベリーしてますか。ドーピングしてるやつですよね。体が破れてしまうやつ。うん、あ、ここ新松崎港っていうんですか。やっぱ風が強いからかなり波ありますね。
おお、ありません。そう、おお、これだいぶオーバーハングになってますね。うわー、怖っ。体に気をつける。うわー、すげえ。なんかエネルギーが。なんかこのいろんなパターンがあるんですね。ぶつかったり、打ち寄せたりする。向こう見ると結構海きれいなんですけどね。荒ぶってる。ザブーン。ぐる。体が。わあ。これ GoPro だともっと細かく映ってるはずなんで、動画的に迫力あるはずだ。でも広角すぎるかな。風は結構強いんですよ。あ、でも、私が。そう、駿河湾ですよね。ここは。ですよね。イズトレイルってこれ、あれですよね。遊歩道のあそこのことだよな、イズトレイル。ブルゲイル。あ、そうそう、ブルゲイルって言葉の意味よく知らないんですよ。私は番組自体は実は見てなかったんで。イズトレイルジャーニーって書いてあるんだな、これ。イズトレイルの旅。つまり、伊豆遊歩道の旅だ。